この番組は鳥取県産業技術センターが取り組む技術開発の内容や地元企業と共に取り組んだ成果をご紹介いたします。皆さんこんにちは。食品開発研究所食の安全安心グループ中野博史と言います。2022年グルナビの今年の一皿に冷凍グルメが選ばれたように、冷凍食品は美味しい食材を手軽に食べることができることで保存性やフードロス削減以外にも注目されております。そこで今回は産業技術センターが開発した美味しい冷凍ブロッコリーの製造技術についてご紹介いたします。鳥取県は西日本有数のブロッコリーの産地です。特に県西部では大山ブロッコリーという名称でブランド化が進められています。成果物での出荷が困難な時期にもブロッコリーを冷凍食品として商品化し供給したいというニーズがあり、研究をスタートさせました。冷凍ブロッコリーは海外産のものを中心にすでに身近なスーパーでも販売されていますが、これとは一線を画した高品質な冷凍ブロッコリーを作ることを目指してきました。高品質な冷凍ブロッコリーを開発する上で冷却速度が特に速いブライン凍結に着目して研究を進めてきました。凍結速度を速くすることで凍結時のダメージを軽減することを狙っていました。アルコール溶液が食品に付着しないよう真空包装が必要ですが、真空包装すると変形しやすいと考えられてきたブロッコリーには向いていないとされてきました。こちらの方は一般的な真空包装用の包材になります。こちらの方が今回のブロッコリーの冷凍に使った包材になります。ご覧のように柔らかいことが分かると思います。引っ張り試験を行った結果 100% 以上の伸び率であることが分かっております。このような包材を使うことで加熱したブロッコリーを潰さずに真空包装することができるようになりました。これからブライン凍結とします。マイナス30度のアルコールにこのパッケージごと投入します。水が凍るときに体積が膨張しますが、最大氷結張生成体といわれる0度からマイナス5度の温度帯を通過するのが、これまでの方法だと8分以上かかっていたのが、ブライン凍結ですと2分ほどで通過することができ、凍結時のブロッコリーのダメージを抑えることができます。このように締まった形にしております。この状態で袋詰めして振動を与えても殻類が脱落することはありません。こちらがこれまでの凍結方法を使って作った冷凍ブロッコリーです。こちらがブライン凍結を使って凍結したブロッコリーです。これを見ると明らかなように殻類が締まった形になっております。洗いが落ちやすいという冷凍ブロッコリーの弱点を克服することができました。このようにして開発してきた冷凍ブロッコリーですが、歯ごたえがよく食感に優れております。食感については物性データを取っています。明らかに従来のものより美味しいと感じられる冷凍ブロッコリーになっています。例えば葉段もろさか重や弾性率は歯ごたえが良好のものほど高くなっております。 Y 率 100% の果汁は筋っぽいものほど高くなるもので、数値では食感の良さが優れていることが分かりました。今回ご紹介した冷凍技術は先日特許出願いたしました。この技術によって非常に食感の優れた冷凍ブロッコリーが作ることができ、他産地と大きく差別化することができます。このような冷凍ブロッコリーをぜひ作ってみませんか。お問い合わせお待ちしております。